とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、タワー、ラストですね。回っていきましょう。撮影日が、ちょっと前日とかになりますので、あと、2日間ぐらいは回れるんだけども、動画に出すのは、シーズン10、ラストです。頑張っていきましょう。多分、これが出てる頃には、シーズン、11がもう始まってるんでしょうね。ここでなんかいいもの一つぐらい出したい。行くぞ。頑張っていきましょう。一周目。お、リゾルトテンペスト、惜しい惜しい、一発目から惜しいな。旋風ね。いや。今はね、もう旋風はあんま使わないんだ。クリティカル。まあまあ、痛みでもいいよ。いや。うん、これに痛みはあんま合わんか。クリティカル、リフレッシュ、で、重力。これは、黄金で、虚無だな。虚無だったらもう理想だったな。惜しい。あー、リフレッシュ1か。あー、でもよかったな。惜しいな。出る気がするぞ。どうだー。あー、普通の怒りだったか。エンチャもまあまあ微妙ですね。どうだー、ダメだー。はい、お、締め具。おー、ダイヤモンドのツルハシ。いいんじゃない？いいんじゃない？虚無、リフレッシュ、重力、爆発。追い打ちの方が良かったかな。爆発もね、いいやつ悪いやつがあるんだもんね。リフレッシュの邪魔になるタイプと邪魔にならないタイプが。ダイヤモンドのツルハシは多分リフレッシュの邪魔になりそうな気がする。締め具。あー、クリティカル1か。3だったらまあ使えるやつだったですけどね。よし、次行きまーす。おし！おしおし！久しぶりに出た255。あるよねー。ありますよねー。そろそろお願い。達人が欲しかったー。落ちてきた、来た。あと延長次第。久しぶり見たな、嬉しい。英雄を見るとすごくテンションが上がる。ポーションバリアとクールダウン、その2つでいい。あとは言わない、お願い。ダメか、ダメかー。一個もついてない。あ、でもね、これは、クールダウン編成、プラス、マルチショットはあるけど、まあバブルか。使わないけどね。惜しい。いいよ、いいよ、いいよ。あのね、これね、クールダウンとポーションバリアは入ってなかったけども、俺が欲しいやつは、入ってるのよね。フォーカスいいでしょ？帯電いい。で、帯電プラス、雷フォーカス、いいよね。で、タンブルビーいいよね。惜しいな。めちゃくちゃ惜しいぞ。勇者が英雄って思ったら違った。でも、黄金さん、いいね。ああ、これは黄金さんじゃない。惜しいな。惜しいな。いや、惜しくはない。これも変についてるな。これ若干惜しいけどね。クリティカル1だもんな。次行こう。お！でも、バブル別にいらないけどね。ファイヤーブランド、真ん中のエンチャがちょっといらんかな。どう？あー、ロールチャージ付きのみか。こっちはね。え、いや、いいぞ、いいぞ、使えるぞ。リゾルトペンテンペスト、ペンテストって言った。テンペスト、あー、でもね。重力は欲しかったかな。いや、使える使える。虚無でしょ。で、左を、まあ、クリティカル。で、真ん中、アンチャンティングの、リフレッシュ。だね。真ん中か左、どっちかを、まあ、黄金でもいいから、重力つけてもらえれば、もっと良かったかな。これ系、確かね、重力がないと厳しいと思うんだ。まあまあまあ、一応、OK でしょ。10
回目、10回目しょぼい。10回目はしょぼいよ。ああ、でもクールダウンついてる。クールダウンついてる。いいよ、そのまんまね。クールダウンはそのまんまで、ポーションバリア付きの勇者か英雄お願いします。後半戦行きましょう。あ！あり。ダイヤ剣これ多分強い。うん、ホークの方がね、まあダメージとしては上かもしれないけども、これもね、鋭利がついてて、まあ、無難にダメージは増えるのよね。で、あ、いや、これちょっと待て、待て、待て、待て。重力が偉いところについてるな。悩むところだね。虚無、まあ重力。でもリフレッシュは絶対いいのよ。リフレッシュ。で、アンチャンティングとクリティカルは選べます。で、一番右はダイナモで、ボス戦とかにも対応できる。うん、いいんだよな、いいよ。うん。横見てみよう。クールダウンついてる。微妙かな。チルゲールじゃないんだ。チルゲールじゃない方が俺は好き。うん。ダイヤいいと思う。おなんだこれ。ハーフ2つ出た。珍しいね。こっちはダメです。こっちもダイナモついてなせん。うん、珍しいタイプだよ。はいはいはい。おー、クールダウン、そうそうそう、クールダウンだよ、欲しいのは。まあ、こっちにはまあまあついてないし、別に輝くローブは欲しいとは思ってない。おっと？いや、いやいや。監修よりも、フロストなんだ。はい、まあ真ん中と右はワンチャンあるかな。頑丈シュルカー、おお、いいよ。今回はクールダウンが結構つく。ポーションバリアはつかないけどね。でもこの勢いで勇者英雄が来てくれればマジでワンチャン来る。あー、これは重力ぐらいか、ついてんのは。15回目です。ストーム、ランダー、谷子玉。違うんだ。で、なんか、クールダウンもちょっと使わなくなったね。お！いや、波だな。今持ってるのと変わりはない。使えるんだけどね。重力、輝き、虚無。これ真ん中なんだよね。もう、3つ揃ってるやつは、持ってるんで、真ん中を弱体化が欲しいんだ。その4つでもう完成なんだけどね。最後の1つがなかなか出てくれない。これはよく見るやつ。重力、輝き、虚無。あと弱体化。もう1つ何か欲しいところだよね。もう1つ欲しい。監修違う。ささやく。違うね。残り3回です。あ、これは外れだね。これは外れだ。ラスト2回、また締め具出た。おお、今日は2回目だね、締め具。珍しい。締め具なかなか出ないんだけどね。どう？ああ、衝撃波1か。違います。これが最後です。おー、あ、ちょっと。最後の最後で256やめてくんないかな。最後の最後にこれか。まあまあ。2つはワンチャンあります。リフレッシュない。リフレッシュがない。これのダイナモ付きは意外とね、欲しいところなんだよね。ダイナモリフレッシュ、重力、虚無とか、欲しいとこなんだけどね。違う。横。なんで？なんで？防具2つともダメじゃん。珍しい。こういうこと珍しい。はい。ということで、今日はシーズン10ラスト20周やってみました。まあ、そこそこ出たんだけども、やっぱり防具って
って出ないね。防具は出ない。シーズン11では防具を狙っていきたいです。まあ狙わないも運なんだけどね、仕方ないですね。ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。